ポイントカピー軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,802人であり、2000年の22,763人から0.2%増加した。軍庁所在地はニューローズ市であり、同軍で人口最大の町でもある。ポイントカピー軍はバトンルージュ大都市圏に属している。ポイントクーピー軍は オーリンズ巡州で1805年に設立された。その後隣接する軍との境界の調整があり、1852年になって現在の境界が確定した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は590平方マイルであり、このうち陸地557平方マイル、水域は33平方マイルで、水域率は5.64%である。 領域は主に草原と広廃湿地である。軍内の高規格道路は総延長が498.98マイルある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ルイジアナ州の人口重心が軍内ニューローズ市にある。ポイントクーピークンズアルマなど未編入の町は43を数える。ポイントクーピークン教育委員会が 地元の公立学校を運営している。2008年時点で中等教育の学校としては、リボニア高校があるのみで7年生から12年生を教えている。ポイントクーピー中央高校は2008年にチャータースクールになった。この他私立学校は2校ある。2008年にルイジアナ州に上陸したハリケーン,エングスタッフは、ポイントクーピー軍にも大きな被害を与えた。 ありがとうございます。